はい、今日はいよいよ色を塗っていきます。色塗り用にモデルを作っておきました。これも球体から作ったネズミだか猫だかわかんないようなものです。さて、じゃあ塗っていきますよ。はい、いつものようにスタンダードブラシを使っていくんだけれども、いつもだと、まあ、このままブラシサイズを任意のものにしてぐーっとこう膨らんでっちゃうんだけれども、今回はですね、スタンダードブラシに設定しつつ、この今オレンジになってる部分、まあ、Z アドっていうんですかね、まあ、ZADD、これをオフにします。で、その上で、この RGB というボタンをオンにします。まあ、基本的にはこれだけです。この ZADD をオフにして、こっちをまあオレンジ色にすると、オンにすると。で、これで、ここから好きな色を選び、こう設定し、ね。で、触っていくと塗れていくわけです。で、ブラシサイズも大きくすれば、ちゃんと色も大きい範囲が塗れると。そういうわけなんですね。あとは、今まで造形したのと同じような手順で、色をペタペタと塗っていくだけ。で、ブラシサイズを細かくすれば、もちろん細かい範囲が塗っていけるっていうことなんですね。ただ、このブラシを小さくしていくことによって、細かい範囲を塗っていくっていうことにしても、やっぱりこう、ちょっとぼやぼやするのが気に食わない人もいると思うんですね。で、ブラシの、ことにも触れていきたいんですけれども、今回注目ポイントはこれです。焦点移動。まず単にブラシを使う分には、こう、ふわーっとしたものなんですね。でところが、焦点移動。これ今回初めていじると思うんだけれども、焦点移動をマイナスに振っていくと、これがね、くっきりしていくんですよ。この今、ふわーっとなってるのがくっきりしたブラシになっていくんですよ。これだとちょっとわかりにくい。もっともう100ぐらいにする。100に近い数字にするとわかりやすい。ピタッとこう、くっきりしたブラシになっていくんですね。実はですね、これ、このスタンダードのブラシを色塗りじゃなくて造形の段階においてもこれは有効なんです。この焦点移動を触るってことは。ね、普段はこうだったのが、焦点移動、まあ、例えばマイナス値、もう振り切ってマイナス100にすると、こうボコッとこうくっきり、もうくっきりっていうかね、もうギザギザですけどね。まあ、要は、ふわーっとじゃない盛り上がり方をしていくと。なので、色塗りにおいても、境界線が曖昧じゃないんですね。こう、マイナスに振り切っていくと。ピタッと塗れていくと。で、そういうわけなんです。では、その機能を利用して、まあ、洋服の部分をちょっと塗っていきましょうか。で、ブラシサイズを少し小さめにして、まあ、焦点移動もマイナス、まあ、100に近い数値にしつつ、まあ、服にした色を選び、塗っていくと。そうすると服のこう際というかね、境目が、ある程度しっかり分けて塗れるよっていうことです。こうコツコツこう塗っていくと。でね、この段階ではね、あんまりはみ出しは気にしないでください。まあ、ちょっとはみ出しちゃったと思っても、まあ、いちいち塗り直さずに、一生懸命こう先に進んでください。でまず、こう。まあ、これは色塗りのコツと一緒ですね。普通の 2D の色塗りのコツと一緒で。まず細かい境界の部分をね。まあ、最初からもうきちんとやるんであれば、もっとブラシサイズを小さくして、こう丁寧にね、この周りだけまず先に丁寧に塗った後に、ブラシを大きくし、こうベタベタ塗っていくと。で、これで塗り進めていきます。はい、続いて、この体、ボディの色も塗っていきます。さて、こういうはみ出しちゃった部分とか、少しこう塗り残しとかね、そういう部分どうやって塗り直していくかというと、まあ、このね、さっき塗った、紫だかピンクだかの色、これをもう一回ここで選び直すっていうのは至難の技で不可能です。でもちろん、他の、まあ、2D のソフトにあるようなスポイト機能があります。まあ、色を抽出する機能ですね。で、抽出したい、色の部分にカーソルを持ってって、こうクリックしたり、こうペンで押したりする必要はないです。カーソルを持ってって、C ボタンを押すと、いいですか？ここ切り替わるんでよく見てくださいね。で、まあ、例えばこの辺、C ボタンを押すと、はい、これが黄色に変わりました。で、この辺にカーソルを持ってって、C ボタンを押すと、はい、色が抽出されました。こ
これでこう塗り直していく。まあそういうわけですね。で、これでこう塗り、どんどん塗っていって、あ、はみ出しちゃったと思ったら、ここで C ボタンを押して、黄色に戻しつつ、細かい部分を塗り直し、塗り足していくと。で、ブラシも、まあ、スペースバーを押して、まあ、ここでやってもいいし、ここまでカーソル持ってくるのがめんどくさかったら、スペースバーを押せば、このパネル出てくるんで、そこでブラシサイズを変えたり、焦点移動を変えたりして、どんどん作業していきましょう。あ、はみ出しちゃったと思ったら、すぐさま、ここで C ボタンを押し、この色を拾い、塗り直していく。これをずっと時間をかけて、ある程度時間をかけて、まあ、丁寧に、仕上げていく。はい、あとはね、例えばですね、まあ、ほっぺなんかの赤み、ふわーっとさせたい場合は、まあ、当然、ちょっとブラシを少し大きくして、で、こう、ベタッと塗っても、それはそれでいいんですけども、ほっぺの赤み、ふわーっとさせたいときは、焦点移動を、やっぱ0に戻し、まあ、0以上にしてもいいですけどね、よりふわっとなるんで、まあ、あんまりやりすぎるとおかしくなるんで、まあ、0ぐらいにしといて、ペンタブレットで少し優しく撫でるように、少しずつ赤みを。まあ、いきなりぐーっと押し付けるんじゃなくて、タブレットを使ってる場合は、いや、もうふわーっと、そーっと触りながら赤みを作っていき、で、中心に行くに従って強くしてやってもいいんじゃないかと。ふわーっと塗り、中心は強く、みたいな感じで塗ると。お腹周りも、もちろんこの焦点移動的にゼロ、つまりふわっとしたブラシにして、お腹の、毛並みを作ってやると。こんな感じで。あとはね、自分のセンスに任せて、ベタッと一色のネズミ、だから猫だかわかんないけど、それだと面白くないから、少しふわっとした毛模様にしてやるみたいな。こう何にしても、いきなり強くならずに、そーっと塗っていくと色ムラができないですよ。大きいブラシで、そーっと優しく塗っていくことによって色ムラを防げます。はい。ちょっと指先なんかにも色つけていきましょう。はい、あとは黒目を塗ってやれば完成です。では、黒目を塗ってみますよ。黒い色を選んでおいて、思いっきり拡大したいときは、まあ、こっちを、もうここで前に教えた通り、オプションを押しながら、離してグーでもいいんですけども、やりにくかったらもうここでどんどん移動でも拡大でも回転でもして全然 OK です。この、ボタンを使ってね。じゃあ、目玉はくっきり作りたいんで、焦点移動をゼロにして、ブラシサイズを目だから小さくし、黒で塗る。もうちょっと拡大してみます。黒で塗ると、なんかぼやっとしますよね。はい、ぼやっとしてしまいました。まあこれでいっちゃいいけど、なんかもっとくっきり丸く塗りたかった。そう思いますよね。これやっぱね、どうしてもね、塗れないんです。くっきり細かい部分は。で、なぜかというと、実はこれ、ポリゴン、まあ、ポリゴンっていう今まで使わなかったから面ですね。面。面の大きさに沿って塗られていってしまうんですよ。それに依存するんですね。それを、当てにするんです。なので、この面より細かい、細かさでは塗れないんですね。まあ、多少こう周りをぼかして、なんとなく、あんまりギザギザしないようには見せてる。ぼかすことによって、こうギザギザしないようにはなんとか見せようとしてるんだけれども、結局は面の大きさに依存するんで、面が細かいところと、粗いところとの差も出てきてしまうんですね。だからまあ、二つ手段があって、一つは、諦める。で、もう一つは、じゃあ面の、まあ、要は四角の面の大きさに、塗りとかの、
結果が出るんであれば、面を細かくしてやればいい。まあ、前回、やった、このディバイドですね。ディバイドで面細かくなるんで、ディバイドを押すと、まあ、ちょっと、再度注目。ディバイドを押すと、面が細かくなります。まあ、そうすると、さっきよりは、まあ、さっきの状態が、ま、こうなんでね。で、面を細かくすると、さっきよりマシになる。で、ディバイドもう一回押してやると、ま、どんどん細かくなるんで、まあ、よりさっきよりはマシになっていくと。まあ、ここまで細かくなれば、透明には、まあ、なんとかっていう段階になりますよね。なので、目を塗るために全体がどんどん細かくなっていっちゃう。こんなに。で、もともとはね、こんぐらいだったのが、目を塗るために、目のあたりの面を細かくしなきゃいけないから、ディバイドをして全体が細かくなっていっちゃう。そういうことになるんですね。面を、目を、ちゃんと丸に近い形で塗りたければ。で今の段階、一旦そうするしかないと思ってください。で実は回避方法、解決方法もあるんだけれども、今いろんなことを覚えるとパンクしてしまうので、そうじゃない人もいるだろうけどパンクしてしまうので、今は細かい部分を塗るには、面をディバイドで細かくしていくしかないんだなと一回は解釈してください。まあね、全体が細かくなれば、この辺の服周りも、服の周囲も、改めて細かく塗り直せるんでね。じゃあちょっと、せっかく面が細かくなったんで、試しにこの辺を塗り直してみますよ。より、ギザギザがなくなりますよね。ああ、ギザギザなくなるんだったらその方がいいよって人はもうディバイドをして、細かく、面を細かくして塗っていってしまってください。その代わり、なんかパソコンの動作が重くなったってことが起こる人もいるかもしれません。ただ、まあ、ディバイド、もう、この、細かさレベル3ぐらいだったら、うちのパソコン十分動くよってことであれば、最後の塗りの段階でも、こう、細かくしていっていただければ、細かさレベル上げていけば、まあ、綺麗に、境界が塗れるよと。だから実はね、鼻のあたりも、結構ギザギザしてたんだけれども、ちゃんと C を押して、色を拾って、こうくっきり、ね、境界がくっきりね、綺麗になるよと。まあそういうことなんですね。で、その代わり、面があまりにも細かくなって、動作が重くなることもあるかもしれないよと。あまりね、最初は気にせずに、あまり細かくしすぎずガンガン塗って完成だって言って練習していってもいいと思います。ひとまずこれで完成です。ちょっとね、せっかく塗れるんで、面も細かくなったし、水玉模様をつけてみました。なんかね、こう、より、こう、まがまがしい感じになりましたね。まあ、せっかくなんでね、もう、作るっていうことと、もう塗る、描くっていうことを両方楽しんでください。眉毛なんかつけて、せっかく面が細かくなったんで眉毛つけたりして、なんかこうすると、こう、高貴な感じになりますね。はい。で、あとはね、ライティングと、最終的な撮影、まあ、レンダリングっていうんですけども、それもやろうと思ったんですけども、ちょっとライティングは次回か、またさらに次に回します。ちょっとね、レンダリングについて触れますね。で、これレンダーってある、これ何かっていうと、別途、専門用語に関しては紹介します。レンダリングは撮影だと思ってください。で、このボタン、このレンダーの中にあるこのボタンを押すと、ちょっと計算、コンピューターが計算を始めて、何が起こるかというと、影がつくんですね。ちょっと、パッとこのモデルだと分かりにくいんですけど、影がつくんです。背景の色を変更するやり方は、このドキュメントという中にあります。このドキュメントの中の背景色、ここをクリックして、好きな色を選ぶんだけれども、あ、先にそうですね、ここを選んでやり、例えば白を選んでやり、ドキュメントの背景色をポチッと押すと白になります。例えば、先に赤を選んであり、まあ、ちょっと暗い赤を選んであり、ドキュメントを開き、背景色をクリックすると赤になると。なんかこう、高貴でありがたい感じになりましたね。主観的には。で、レンダーを押し、まあ撮影ですね。撮影をすると、コンピューターが計算を始めて、
で、この床のところに影が落ちますよ。計算が終わると。はい、影が落ちて、これで完成。まあそういうことになります。さて、色も塗れたんで、今度は質感の話をちょっとだけしますよ。まあ色も塗れたと。で、色に関しては、もう分かったと思います。次はね、この質感。質感っていうのはマテリアルって呼びます。マテリアルはここです。マテリアルって書いてありますね。で、マテリアルをポーンと開くと、いろんなマテリアル、いろんな質感が登場します。例えばこう、こう、きらびやかなね。少し、鉄とかアルミとか、こう反射があるものにすると、こんな感じになりますね。すごい反射して、硬い感じに見えますね。で、あるいは、ちょっとまた、先ほどの、こう、もわっとした感じ。まあ、この辺、あんまりね、極端なもの使っても、まあ、その時は面白いけどね。まあ、こういう質感もちゃんと用意されてます。これはこれで面白いですけどね。で、とりあえずは、ここにベーシックマテリアルってあるんで、ベーシックマテリアルにしといてください。ベーシックマテリアルにすると、まあ、ベーシックな、基本的な質感になりますので、で、もともと、初期設定では、だいたい、まあ、この辺になってるんでね、少し暗いんですよ。なので、最後に質感を、ベーシックマテリアルにして、くださいと。ベーシックマテリアルにした上で、じゃあさっきのね、撮影をしてみましょう。まあ、好きな角度にして、レンダー。これが撮影なんですね。レンダー、レンダリングって言うんですけどね。まあ、撮影します。ここを押すと、はい、これで最終計算というか撮影が行われて今計算してますね。これで影がついて完成と。今日は以上です。次回はですね、物を追加しよう。まあ、組み立てていこう。そんな話をしたいと思います。